皆さんこんにちは、ガジロクです。今回は Xiaomi 12T Pro が発表されましたので、スペック解説をしていきます。ついに発表されましたね。 Xiaomi 待望のカメラにかなり特化したモデルになっています。また充電速度もこのようにたった19分で 100% 充電という風に、かなり高速でバッテリー充電ができるようになっています。ではその他を含めまして、ご一緒にスペックの方を見ていきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで、Xiaomi 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。あっという間に19分で 100% まで充電。その一瞬をとてつもなく鮮明に捉える2億画素カメラ。群を抜く速さの最新半円のチップ。最もパワフルに進化した Xiaomi のフラッグシップスマートフォン。あなたの世界を全速力で変えていく。と出ています。Xiaomi 12T Pro の主な特徴が今出てきました。そしてまず充電の詳しい情報になってきますけど、驚きのスピードをその手にとあります。先ほども触れましたが、19分で 100%充電となっていますが、ここにですね、米印がありますので、ちょっとここをしっかり見ていきたいと思います。米印の内容なんですけども、同梱の充電器の利用、そして画面が消灯してあること、充電速度のブースト設定時ということがまず条件ですね。そして 2% から 100% までの最短の充電時間であるということも書いてあります。そして最後にですね、ここ結構重要ですね、使用環境等により変動しますよと出ています。これがですね、結構多くのユーザーに関わってくると思います。ここの注意事項に書いてあるんですけども、最大出力の電力は 120W 充電、入力電圧が220から 240V の場合と出ていますね。そして入力電圧がここですね、100から 20V の場合 96W になりますと出ていますので、私の住んでるところもそうなりますけども、 100V になりますので 96W 充電が、出ても最大ということになりますね。一部の地域では異なる入力電圧により最大出力電力を 120W にすることはできませんとね、はっきり書いてありますので、おそらく 100V の方が多いんじゃないかなとやっぱり思いますので、頑張ってる 96W が最大ということになると思います。ここはちょっとね、注意していきたいと思います。確かに 5000mAh を19分で充電できたら本当にめちゃくちゃ早いんですけどもね、やっぱり条件によるんだなというのがよくわかりました。そして次にデザインに関してになります。思考のデザインをここにとあります。最新のテクノロジーを駆使したプレミアムな 3D ガラス背面デザイン、また滑らかでマットなアンチグレア仕上げ、2億画素カメラはタフなメタル素材で保護していますと出ていますね。そのボディがこちらになっていきます。だんだんね、画面がこのように推移してはっきりとデザインが出てきましたけども、カラーリングになりますがブルー、そしてもう一色がブラックとなっていて、この2色展開になっています。そしてカメラの情報になります。2億画素カメラと大型センサーとありますね。 Xiaomi スマートフォンで最高の解像度を誇り、光学式手ブレ補正と8枚構成レンズの2億画素超解像度カメラと大型センサーを備えています。あらゆるシーンで超鮮明な画質を実現するために、当社で最も革新的な AI カメラ機能が搭載されていますと出ています。そのカメラがこのようなね、ものになっていますけど、多くのレンズがまずついていますね。そして光学手ブレ補正がついています。そして撮影されている映像がこのようになっています。綺麗ですね。2億画素時代の到来、全ての記憶を鮮やかに記録と出ていますね。そして夜間の撮影がこうなっています。街並みの暗所と、そして明るい部分もはっきりと1枚の写真に捉えられています。また明るい写真にはなりますけども、これもね、明暗差はっきり出ていますし、水に映ったね、景色も綺麗に捉えられています。そして2億画素の実力ということで、 Xiaomi プロカット機能も搭載しています。理想的な構造をいとも簡単にとありますけど、どんな感じなんでしょうか。今ね、 AI がこのようにカットをしています。そしてカットされた映像がこのようにいくつかの被写体に分かれてイメージされていますね。これを一つ一つね、切り抜いている状態になりますけど、結構な高解像で切り抜かれていますので、1回でね、いろんな構造を撮影できるっていう機能になっているようです。これもなかなか良さげですよね。そしてさらにカメラ機能の中には Xiaomi プロフォーカスも入っています。動きの中でその一瞬を逃さないとあります。 AI が被写体を追尾フォーカスし、歪みやブレを抑えますよと出ています。詳細情報
が出ていますが、このシャオミプロフォーカスは追尾フォーカスにより被写体を検出すると移動しても録音しますと、動画の場合は被写体にフォーカスを常時キープしますということで追従モードがついているわけですね。これついているとね、ずっとピンボケせずに被写体をきれいにくっきりと捉えてくれるので仕上がりが非常に綺麗じゃないかなと思います。そしてカメラ機能の中にさらにウルトラバースト機能がありまして、1秒間に最大30枚の写真を撮影することも可能になっていますね。今ご紹介しましたカメラがこのような構成になってボディの背面にデザインされています。マクロカメラが一番左側ですね。そしてこの真ん中の部分が120度対応の超広角カメラになっています。そして一番右の大きなものがメインカメラですね。2億画素の広角カメラになっています。光学手ブレ補正機能が搭載されていますね。そしてパフォーマンスになりますが、チップセットクアルコムのスナップドラゴン8プラスジェネレーション1になっていますね。限界を超えその先へということで、 TSMC の新しい4ナノメートルプロセッサーは低レベルの消費電力を維持しながら一歩先へと進んだ高性能を提供しますとあります。そして冷却システムに関してましては、いち早く熱を冷やしいつも快適な操作をということで圧倒的な冷却システムが搭載されています。そして使用体験と出ていますけど、ディスプレイとスピーカーに関する情報になりますね。最大級の臨場感は溢れる体験をとあります。シャオミ初のクリスタルレスアモレットディスプレイとサウンドバイハーマンカードンのデュアルスピーカーが最大級の臨場感溢れる瞬間を演出しますとあります。ディスプレイに関しましては 6.7 インチのクリスタルレス有機 EL アモレットですね、ディスプレイを搭載していて、ディスプレイに命を吹き込むリアルな世界をご覧くださいと歌っています。その鮮明さを最優先にとありますけども、500万対1のコントラスト比になっています。またピクセル密度は 446ppi になっています。そして先ほどもご紹介しましたがスピーカーに関してですが、パワフルなデュアルスピーカー、臨場感あふれるサウンドスケープを体験ということで、ハーマンカードンのスピーカーが搭載されています。このあたりはね、結構この名称を聞くだけでビビッとくるものがあります。レドミーシリーズでは以前 JBL の監修っていうのもありましたけどね、それよりも上位モデルということでハーマンカードンになっているようです。そして日本仕様として非接触での決済やサービスに対応ということで、お財布携帯が対応しています。シャオミも頑張っていく上ではもう必須になってきたなっていう感じになりますけども、写真にもありますけどもスイカですね、パスモもしっかりね使うことができるようです。ではまだ触れていなかった詳細情報についてもお伝えしたいと思います。まずストレージとラムに関してですけども、最小構成のモデルは 8GB のメモリに対してストレージが 128GB になっていますね。そして一番上のモデルに関しましては 12GB のメモリにストレージが 256GB のモデルになっています。それぞれのメモリとストレージは LPDDR5 のラムメモリが積まれているので、非常に高速なメモリが積まれていますし、またストレージは UFS3.1 のストレージということで、こちらも非常に高速になっています。そしてサイズに関しましては、高さ幅厚さ注目すべきところは 205g の重さでしょうかね。 5000mAh のバッテリーになりますので、だいたい妥当なのかなという重さになっています。そしてリアカメラの構成になっていますが、メインカメラが2億画素の広角カメラ、そして超広角カメラは800万画素になっています。またマクロカメラは200万画素になっていました。そしてフロントカメラになりますが、2000万画素のインディスプレイ自撮りカメラと出ていますね。そしてセキュリティ指紋認証になりますが、画面内指紋センサーと出ています。ですのでディスプレイ上に指を置いて認証するという形になりますので、サイドにあります電源ボタンと兼用の指紋センサーではないようです。また AI の顔認証ロック解除ということで、フロントカメラを使った顔認証でのロック解除にも対応しています。そして当然ながら NFC もついています。そしてここがねちょっと興味深いところになりますが、ネットワークと接続とありますけど、デュアル SIM に対応しています。ナノ SIM とそして eSIM と出ています。そしておよびナノ SIM とナノ SIM とありますので、ナノ SIM と eSIM も使うこともできるし、もしくは物理的にナノ SIM とナノ SIM2 つね、物理的な SIM カードを入れて使うこともできるってことだと思います。いいですね、ついに eSIM の方もね対応してきてくれたようで、このあたりは嬉しいなと思います。そして 5G のネットワークに関しましては、めちゃめちゃ多くのねバンドに対応しているので、日本で使う分には申し分ないと思いますし、また 4G の LTE とまた TDD ですね、
この辺りもほぼフルバンドっていう感じになっていますので、様々な大手キャリアと契約して、もしくは格安 SIM 系でも申し分なく使うことができると思います。そして Wi-Fi に関しましては6に対応しています。この辺りはね、 IEEE80211AX に対応しているということですので、最近ね 6E っていうのが出ましたけども、それには対応していないようですけども、まあ、6まで対応していれば今のところいいのかなという感じがします。そしてナビゲーションになりますが、いわゆる GPS になります。アメリカの GPS に対応、そしてヨーロッパのガリレオ、またロシアのグロナス、また中国のベイド、そしてナビックになりますので、インドの衛星測位に対応しているんですが、ここに QZSS がありませんので、日本の導きには対応していないようです。そしてパッケージ内容になりますが、本体とそして充電アダプターですね、また USB Type-C のケーブル、これはおそらく 120W で対応しているケーブルが同梱されていると思われます。そして SIM 取り出しのツール、これいいですね。保護ケースがちゃんと最初から入ってくれてるのはありがたいなと思います。そしてクイックスタートガイドと保証カードとなっていますね。というわけで価格になりますけども、もうこちらに出ていますが、なんと 109,800 円となっています。これはね、ちょっと正直高いですね。まあ性能に関しましては申し分ないんですけど、やっぱ10万円超えてきますとね、なかなか手が出しにくくなるのかなという気はします。フェリカがね搭載されてスイカ対応になっているということもあるので、ちょっとお値段はねやっぱり高めなのかなという気はします。というわけで今回 Xiaomi 12T Pro についてご紹介しました。いよいよ発表されましたね。12月の8日の木曜日に発表されました。そしてまず予約なんですけれども、12月14日の水曜日に予約が受付されます。そして12月の16日から順次発送というふうになっていますので、この動画が出てから1週間後ぐらいに発売開始ということになるようですけども、どうなんでしょうかね。ほぼフルスペックになっていますので、性能に関しましては申し分ないなと思いますね。非常に満足できる一台になると間違いないかなと思います。ぜひね、機会があれば使ってみたいですね。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。